よっしゃ。うわー、泥が出てる。いいね、このドラグ。うわお。さてさて、見てください、めっちゃかっこいいです。おお、ボディが全く変わりましたね。モノコックですね、これ。すごい、もう見るからにね、パワー感、防水性がありそうですね。使ってみるのが楽しみです。どうなんだろうね、巻き取りとかめっちゃ軽いんでしょうね、これ。なんかね、持ってる感じね、軽く感じます、竿が。リール自体もちょっと軽いって聞いてますし、まあ竿に装着した場合、トータルバランスでね、軽く感じる、すごくいい感じ。でかいぞ。止まれ、止まらない。何ボイト出ようんだこれ。この大きい魚ってね、ドラゴンの出る量っていうのはすごくシビアなんですよ。出しすぎたらあかんし、止めたいところで出ててもあかんし、音鳴るもありがたいですね。いいね、このドラゴン ATD タフ、すごい。こんなパワフルかと思った。ああ、すごいね、綺麗な石だ。いや、すごいパワフルだったけどね、それ以上にね、ニュートーナメントすごい良かったですよ。もちろん巻き取り軽いしね、特にドラグ最高でしたね。魚が走った時だけジャーって出て、もうスピードについていってますね。ラインブレイク、ねずれ以外はまずしないような感じでしたね。使った感想、とてもいいです、すごいです。特にね、気に入ってるのはね、ドラグですね。今回チリチリって音が出るんですけど、まあ大きな魚とやり取りする時って、ドラグの糸が思ってる以上に出たら絶対ダメなんですよね。でそれを音が出るで、 ATD タフの滑り出しの良さによって、さらにこれまで以上に大きな魚が取りやすいと思います。巻き取り感がね、ものすごいパワーを感じますね。でパワーがあってがっちりしてるだけじゃなしに、回転が滑らかなんですね。ですから仕掛け回収時なんかに挿し絵が残ってるとか取れてるとかっていうのが、リールの感度っていうんですか、それが分かりますよね。とにかくスムーズです。滑らかな回転にパワーのあるボディ、最高でした。